番上にありましたよ。ちょっとあれですね、制作陣の意図を感じますね。下の方から持ってくるね、はい、やっぱそういう手を使うべきだったかな。まずこれはあのちょっと先輩に教えを請いたいなと。あ、私先輩でしたっけ。そ、はい、多分何年か先輩に当たる部分だと思うんですけど、どうしましょうかね我々。いやー、はい、まあ大変でしたよね。そうですよね、はい、いや、あの大変なんですよ。重々承知しております。はい、多分日本で3本の指に入るほど重々承知しております。でもね、はい、やっぱお父さんのは大変だったと思う。そうですね、はい、私も大変でしたけど、うんうん、あの私現職だったからね、はいはい、なので、うん、もうある意味もしょうがなかったというか、うんうん、あのね、一つ言えることは、うん、あのもう現職でやりたいなら、うん、逃げも隠れもしないっていう、うん、